井上聡君日本共産党の井上聡です。RCEP は経済規模、人口、貿易規模の、まあ、いずれも世界の約3割を占め、世界でも最も大きい貿易協定になりました、ASEAN アアの10カ国にニュージーランド、オーストラリアなど、計5カ国が参加をして、日本にとって中国、韓国との初めての EPA となります。ままず外務大臣お聞きしますけどこのや あの日曜の EPA に対して、この RCEP の特徴は、今日も議論ありましたけれども、参加する15か国の間の経済社会発展の格差が非常に大きいことであります、まあ、そういうものを協定はどのように踏まえた内容になっているのか、まずお願いします。小関外務大臣 アルソップ協定にあたってはです、ね、あのご指摘のとおり、まあ、参加する15国の経済発展状況、大きくまあ異なる中で,です、ね、えー、各国内において複雑かつまあ困難な市場アクセスまあ交渉を行ったまあところであります。またあの、ルールの分野でも、一部の参加国にとっては、なじみの薄い知的財産であったりとか、電子商取引なども含め、幅広い分野で議論を行う必要がありました。そのため 通常のです、ね、経済連携協定よりも時間を要することになった、結果的には7年半近くかかったと思いますが、あのそういうことになりましたが、我が国ともに ASEAN、ね、アアが推進力となって、まあ、交渉が進められたとまあ承知をいたしております。その結果 本協定は、投資国の経済発展状況が大きく異なる中でも、物品、サービスにとどまらず、投資、知的財産や電子商取引も含めた新たなルールまで盛り込んだものとなっておりまして、この地域の望ましい経済秩序の構築に向けた大きな一歩になると考えております。 同時にあの一部のです、ね、後発開発途上国等については、例えばサービス貿易省であったりとか、投資省において一部の義務の免除をまあ定めているほか、知的財産省においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して、必要な範囲のまあ経過期間、これが設定をされているところであります。我が国としてまずは RCEP 協定の早期発行を実現した上で、ASEAN とも緊密に連携をしながら、RCEP 協定を通じて地域におけるルールに基づく経済秩序の形成に指導的役割を果たしていきたいと考えております。井上聡君。まあさまざまな経緯についてお話がありました。まあその結果果たしてこの経済社会発展の遅れた国々の人々、えー、農民や漁民、貧困村など、まあグローバル化の中で恩恵を 受けてこなかった人々を包摂をして有益な協定になっているのかということが問題だと思いますまず日本農業への影響についてお聞きをします政府は日本農業への影響について関税撤廃については重要合品目を除外したとこういうことなどを述べまして農産物の影響試算すら示しませんでしたしかし重要合品目についてはでもともと米と砂糖以外は オーストラリア、ニュージーランドを除く RCEP 諸国には輸出の余力も実績もないものであります、そしてオーストラリア、ニュージーランドには TPP で情報済みだということで、あの需要合品国の55品目の除外っていうのは、ですね、まあ、全体の中で占める大きなこととは必ずしも言えなかったのではないかと。で やははり5品目というのは重要だけど一部でありますでは、全体に本当に影響がないのかと、全部の品目でどの程度の撤廃、削除が行われて、どのような影響があるかをです、ね、しっかり見る必要があると思います。その点で,です、ね、衆議院で参考人として意見陳述をされた東京大学の鈴木伸広教授が、政府と同じ GTAP モデルで試算を行った結果、 農業への影響は5600億円にも及ぶということが示されました。これは TPP による農業への影響の1兆2645億円の約半分となります。特にこの野菜、果汁への影響が850億円で TPP11 の影響の3.5倍にも達するということがこの試算で明らかにされました。あのこういう試算が行われて農業への影響が具体的に示された以上、えー、政府としてもきちっと お試算をして明らかにすべきだと思いますがまずいかがでしょうか農林水産省青山総括審議官お答えいたします rcep における我が国の農林水産物の関税につきましては重要5品目すなわち米麦牛肉豚肉乳製品紙資源作物について関税削減撤廃からすべて除外しまた関税撤廃率は近年締結された二国間 epa 並みの水準といたしました また国産と競合関係にある品目や生産者団体が国産の巻き返しを図りたいとする品目については、関税撤廃の対象外とするとともに、上記した品目についても用途や価格面で国産品と明確にすみ分けができるもの、r c e p 参加国から輸入実績がゼロまたはごくわずかなもの、 締結済みの EPA と同水準の関税率であるものであることに加え、多くの品目で長期の関税撤廃期間を確保しております。以上のことから、RCEP については国内農林水産業への特段の影響はないと考えており、影響試算を行う予定はありません井上聡君あの。これまで政府はです、ね、この RCEP の交渉経過をほとんど明らかにしてきませんでした。そして今、ご答弁があったようなことをずっと繰り返されてですね。 農業には影響はないから、資産も必要がないということを言われてきたわけですね。で、そういうま政府の説明にですね、まあ、関係者の中から、農業の影響を楽観視する声も実際ありました。鈴木教授自身がですね、こう言われてるんですね、日本の農産物の撤廃率は TPP、日本 EU と比べて相対的に低く、ある程度柔軟性、互形性が確保されたと評価していた。しかしか独自試算を行ってみてみ そのような評価は甘すぎることが判明したと、通教自身がこう言われ率直に述べていらっしゃるんですね。で、あの、現にこういう GTAP による資産がもう出てるのにですね、政府は資産はしてないけど影響はないと、いくら言っても私はも全く説得力がないと思うんですよ。で、本会議でこの問題をわが党、上議員がたわしますと、えー、前提条件が違うので、 この試算の評価は困難だというようなことも言われておりますけれども、そうであればですね、政府がこうこう、こういう前提条件だということを明らかにして、試算をすればいいと思うんですよ。あの影響がどの程度あって、それが許容できるかどうかというのを決めるのは国民であり、国会なんです、あの国会に承認を求めている以上、当然、そういう試算を出すのは当たり前だと思いますけれども、農水省改めにいかかでしょうか青山総括審議官、えー。 いろいろな考え方があると思いますけれども、鈴木教授の試算の前提条件が不明なため、鈴木教授のその試算について、結果を評価することは困難であると考えます。あの私ども、今回の各品目につきまして、特段の影響がないと考えておりますので、影響、試算を行う必要はないと考えております井上聡君。いや、影響はないと考えてるから、試算を行えるとずっと言ってきたんですよ。しかしそうじゃないと、こういう試算が出てる。 でこの資産をがね、全部正しいから、農水省飲みなさいって言ってるんじゃないんです、違う資産が出てる以上、農水省として国会に承認求めてるんだから、その自らがこういう前提ですということを明らかにして資産を出すのは当たり前じゃないですか、いくらね、あの影響はない、資産はないけど影響はない、資産はしないけど影響はないと、説得力ないですよ、それで国民、農民が納得できると、農水省は思ってるんですか。 青山総括審議官えとまあ試算を行いますのは、あのまあ影響があるというふうに判断した際に、試算をしてまあ合算してこう考えていくものでございまして、あの今回の,の RCEP について、国内農林水産業への特段の影響はないと考えておりますので、き、え、ょ、ー、試算を行う予定はございません。井上聡君農水省はそういうい 判断をされれたのかもしれませんだけど、さっきも言いましたけど、それをね、あの認めるかどうかっていうのは、国民であり国会なんですよ、私たちは影響ないと考えているから試算をしてませんと、他の試算が出てもそれは評価できませんと、こんなんね、通用しないということを、ね、厳しく言っておきたいと思うんですね。で、あのこの鈴木先生のお試算の中でもです、ね、この野菜や果物の損失が非常に大きな問題だということが浮き彫りになっております。 えーまあ、一部はあの関税の撤廃、削除の例外にしましたけれども、まあ、全体の防衛から見れば、無問全体ではほぼ全面関税撤廃に強いというのが鈴木教授の指摘であります。でお手元に果物の資料を配布しておりますけど、す、ま、で、あ、に果物は日本の自給率39%なんですね、で今回、一部例外を除いて、基本的に関税撤廃となりました。 特に大きな比重を占めるのはジュースでありまして、輸入量は248万トンですが、今、国産の生産果物は246万トンなんですね、それに匹敵する、りんごは除きましたけれども、ブドウオレンジは韓国以外は除外になっております、それから生鮮野菜の輸入について、今、中国が65%で、ニュージーランドなど中国以外の RCEP 県産が15%、合計、今回の RCEP 県で、 80を占めるわけですで今回は野菜全品目を ASEAN アア、オーストラリア、ニュージーランドに対して関税撤廃をいたしました。しょうが、ごぼう、エンド、かぼちゃ、ブロッコリー、アスパラガスなど、輸入急増によって自給率が30から60%台に下がっている品目については、中国に対しても撤廃をしております。これら多くはでですねいわゆる高収益作物で 中山間地域の農業や新規の種農者の経営確率の決め手として、生産拡大が期待をされているわけですが、今回のこの中身が、ですねこういう皆さんを直撃をするんではないでしょうか、いかがでしょうか。う安岡生産振興化お答えさせていただきます。野菜家樹につきましては、委員ご指摘のとおりです、ね、中山間地域において高収益を見込むことが期待される。 また新規就農者がです、ね、取り組む品目の約8割がですね、えー、占める、えー、重要な品目というふうに認識をしております。えー、こうした考え方の下でですね、RCEP 協定においては、中国に対して、えー、玉ねぎや人参など、加工業務用などで国産の巻き返しを図りたい品目、さらにはですね、りんごやブドウさらにはりんご果汁といったです、ね、国産品と競合する可能性のある品目については、関税撤廃、 削減の除外を確保していいるところでございますその上で,です、ね、ご指摘のありました、生姜やごぼうなど、えー、品質や用途などで明確にです、ね、国産とすみ分けられている品目、さらには梨や桃、柿といったです、ね、輸入のほとんどない品目、こういった品目についても、長期の関税撤廃期間をです、ね、確保したところでございます。こうしたことからです、ね、本協定による野菜果汁への特段の影響は見込みがたいと考えております。 井上聡君あの、まあ、農水省はです、ね、説明の中で、えー、日本産と海岸産の,この品質など、差別化は図られてるということも言われるんですけど、あの鈴木教授はこの試算について、そういう日本産と海外産の差別化を係数として組み込んでるんだと、それを織り込み済みなんだと言われているんですね、それやった上でも、これだけの影響が懸念されるんだろうということを強調されております。 あのお手元の表にもありますように、それぞれの品目はです、ね、いろんな地域、地域の特産になっているわけですね、で政府はあの全体でなんか影響がない、影響がないことばっかし強調するわけでけど、個々の一人一人の農家にとって、それぞれの地域にとって言えばです、ね、本当にこの主要な農産物も状況も全然違うわけですよで、受ける影響も全く違うわけですね、そういうことを、ね、具体的に明らかにもせずにですね、 農家が本当に未来を持って農業できるのかということがね、私、取れると思うんですね。で、あの、大丈夫だ、大丈夫と言いますけど、輸入果物は1960年には10トンだったんですね。今や434万トンですよ。野菜もまあ輸入されることはないだろうと言って自由化されましたけど、今や3万300万トンです、輸入がね。そういうことをね、きちっと見て、えー、やる必要があると思います。具体、例えばブロッコリーをお聞きしますけど、 これはの価格が安定しているということで、野菜として全国的に生産が進行されていて、特に西日本では、新規収納者向けの野菜の位置を示しておりますが、冷凍品を除外したももの中国とこの生鮮ブロッコリーはですね、撤廃されました。中国はかつてアメリカに並ぶ生鮮ブロッコリーの輸出国だったわけで、非常に今、この輸出技術も進歩しておりますし、 日中間の距離などを生かして、例えば生鮮の輸出に力を注ぐというようなことも可能性もあるんじゃないでしょうか、あそこはどうお考えでしょうか安岡生産振興審議官。お答えさせていただきます。えー 委員からご質問のございました生鮮ブロッコリーについてはですね国産が国内需要の約9割を占めるに対して中国からの輸入量は約今1000トンとですね国内需要の1パーセント未満という状況にとどまっているところでございますえ。こうした中国からの輸入についてはですね主に加工業務用に利用されております。えー、家計消費用にですね主に利用されている国産とは一定の積み分けがされていると。 いうことでございますので関税撤廃による特段の影響はです、ね、見込みがたいと考えておりますまたあの生鮮ブロッコリー実態を見てみますとです、ね、現在あの関税率3%とです、ね、低い関税率が設定されているという状況ですが中国からの輸入量が少ないのは品質の面からです、ね、中国産に対する国内での需要が低いものと考えられます またさらにですね3%の関税ですので、この関税が撤廃されても、国産の価格などの競争条件がですね大きく変わるということではありませんので、輸入が増えるということはですね、えー、想定しにくいと考えられます。 一方で,です、ね、あの本協定における合意内容にかかわらず国産の、国内の農業の競争力強化、これはも喫緊の課題でございます、特にあの生鮮ブロッコリーについては、国内の需要、ご指摘のとおりで、増加傾向にありますので、えー、生産拡大に向けたです、ね、水田を活用した新たな産地形成ですとか、高品質なブロッコリーを安定生産するためにです、ね、えー、収縮化貯蔵施設の整備などを支援することによって、国産ブロッコリーの供給力の効果強化をです、ね、図ってまいります。 井日本の RCEP にかかわらず、いろんな強化をしてこれはやってもらったらいいと思うんです、ただ問題、これ、相手がある話なんですね、で中国はですね、えー、この RCEP にどう対応しようとしているのかと、あの日本農業新聞がこう報じました、中国国務院は RCEP 合意前、輸出用に品質が高い農産物の生産基地の建設を、お 地方にですね、指示をしたと、こういうふうに報じた、地方政府に指示をしたと報じております。実際、昨年11月9日にですね、国務院は、対外貿易の革新的発展の推進に関する実施意見というのを公表しておりますけど、この同意見はですね、国際協力競争の新たな優位性を育成することで、対外貿易の回復を後押しするために発表されたもので、その具体策として、 の早期調印や日中 FTA の交渉加速にも言及をしておりますあの中国があのこういうふうにです、ね、この RCEP の下で、関税撤廃品目に照準を当てて、輸出拡大戦略を進めると、そういう可能性をです、ね、農水省としてはどのように承知をされて、どう対応されようとしているんでしょうか牛久審議官。お答え申し上げます。 えー、RCEP 協定ですけれども、えー、先ほど来お話ありますように、えー、需要5品目を関税削減撤廃からすべて除外するとともに、えー、中国に対する関税撤廃率については、えー、近年締結された2個関 EPA に比べてもさらに低い56%ということに抑制しておること、えー、そして、えー、国産品と炭焼きができている品目や、えー、輸入実績がゼロ、またはごくわずかである品目など、 関税撤廃を行うものについても長期の関税撤廃を確保しているということでございますその上で今議員からお尋ねのありました中国の輸出拡大戦略でございますがこれを予断を持ってお答えすることは差し控え,と差し控えたいと考えますけれども今後とも動向を注視していきたいと考えておりますいずれにいたしましても農林水産省といたしましては RCEP を含む各経済連携協定の成果を最大限活用していくことが重要と考えております。総合的な TPP と関連政策大綱に基づいて、生産基盤の強化、そして新市場開拓の推進等によりまして、確実に再生産が可能となるよう、必要な施策を引き続き実施していくこととしております。 井上聡君あの、まあ、注目をしていきたいという話ですけど、あの中国からの輸入量は、外食で使われる加工冷凍野菜を含めますと、30年間で27万トンから155万トンにすでに独売になってるんですね、でこの間あの、いわゆる例えば、独入り冷凍餃子とかね、ありましたけど、にもかかわらずこういうことになってるわけです、それに対してです、ね、私はあのまともなあ対策の姿勢があるとは到底今思えませんでしたし、そもそも試算をしてないと。 そういうことで本当に日本農業が守れるのか、ということをですね。問いたいと思います。あのぜひ、政府として、中国などの今後の動向も踏まえて、農業での影響の試算等を行って、必要な対策をですね。進めるということを、改めて求めておきたいと思います。次に、あの ISDS についてお聞きしますが、あの参考人質疑で、菅原純一参考人が、今回の RCEP。 総じて TPP や日 EU ・ EPA と比べて RCEP のルールや自由化の水準は低いと言わざるを得ません。注目すべきことは、この RCEP には見直しや検討の規定が数多く含まれていること。まあ、現在が最終形態と見なすべきのではなくて、生きている協定として発行後も進化成長を遂げていくもの、日本が指導し、それを促していかなければならないと述べられました。しかしですね、TPP であの市民社会が、この有害条項として問題にした ISDS や、 医療品の特許データ保護機関、著作権の保護機関、農民の趣旨の権利を制限しかねない国際協定の批准義務化などが、これ、盛り込まれなかったのは、やっぱりそういう市民社会の皆さんの大きな世論と運動がありました、それと結んだそれぞれの国の政府の反対の意見があった結果だと思うんですね。で具体的に聞きますけれども、この ISDS については、えー、日本はこの本協定に盛り込むことを求めたにもかかわらず入りませんでした。どういう、い 具体的な反対の意見があったんでしょうか塚田経済局長我が国にといてしましては委員御指摘の ISDS 国と投資家との間の紛争解決手続きに関する条項は 公正中立的な投資仲裁に付託できる選択肢を与えることによって、国外に投資を行う我が国の投資家を保護する上で有効な規定であり、我が国経済界が重視している規定でもあることから、交渉の場においてもこれを支持してきましたけれども、交渉の結果、ISDS 条項は RCEP 協定には盛り込まず、協定発行後に改めて締約国による討議を行うこととされました。 この討議は RCEP 協定の発効後2年以内に開始され、討議開始から3年以内に完了する旨が規定されておりまして、協定発効後、討議にしかるべく我が国としましても臨んでいく考えでございます。このの協定交渉の過程においてですね、うん 関係国がどのような立場を取ったのかということにつきましては、相手国との信頼関係ございますのでコメントを差し替えたいと存じます。井上聡君、あのこれまあ盛り込まれませんでしたけれども、あの今言ったようなこの見直しの討議の規定が入っております。あの EU の委員長は ISDS は死んだとまで述べてますし、バイデン大統領も選挙の公約の中で こういう ISDS が含まれている貿易協定には参加しないというふうに述べていて、今や ISDS に固執しているのは、日本などわずかになっていると思うんですね、こういう世界の動きをどう受け止めているのか、立場を改めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか茂木外務大臣。さまざまなのと投資関連のです、ね、協定、ISDS も含めてでありますけれど。 投資家の保護と、それからまあ国家の規制権限、このバランスをどうするかとまあいうことなんだと思います、基本的な議論は。 あの私もさまざまなあの通商協定に関わってきましたが、えー、確かにあの委員おっしゃるようにです、ね、えー、強く反対される国もあります。えー、結構、ISDS 打たれて相当な損害になっているというあの実例を聞いたりとか、そういうやっぱりですね経験があるとそうなるのかなと思うところもあるんですが、ISDS 条項については、国家のまあ規制権限、これを不当に制約するものではないかと。こういった 問題指摘がなされていることをまあ承知をいたしておりますが、ISDS 条項、まあ、本来です、ね、投資受け入れ国が正当な目的のために必要かつ合理的な規制を差別的でない形で行うことをま妨げるものではありません。 その上で、こうした論点も含めた ISDS の在り方については、国連国際商取引法委員会を含めて、さまざまな国際的な枠組みの中で議論が進められておりまして、我が国としても、 我が国としてもこれらの議論に積極的に参加をしてきているところであります。あの冒頭申し上げたようにです、ね、あの投資家の保護と国家の規制権限、適切なバランスはどうあるべきか、なかなかあの難しいあの議論だと思いますが、あのえー、この点も含めてです、ね、投資関連協定の交渉に引き続きしっかりと取り組んでいきたいと思います井上聡君。 あのまあ、冒頭お聞きしたんですけど、このやはり社会経済の発展が大きく異なって、非常に多様性を持っている国々の協定なわけですね、なんかこれが高い水準なんだといってねあの、なんかルールを押し付けるようなことは、それぞれの国の社会や経済、暮らしの発展を阻害するものになりかねないわけでありまして、そういうことはあってはならないということは申し上げておきたいと思います。じゃあ、こういういわゆる有害あの条項が盛り込まなければ、あとはいいのかということでありますが、 協定第1条では、締約国は特に、後発途上締約国の発展段階及び経済上のニーズを考慮しつつ、現代的な、包括的な、質の高い、及び互恵的な経済上の連携の枠組みを目的と明記をしております。あのお手元の資料も配っておりますが、昨年11月、市民社会などによるウェビナーで、えー、国連の貿易開発会議、アンクタットの上級エコノミストのラシュミ・バンガ氏が、 関税撤廃の影響資産を発表しております、まあ、それによりますと、輸出では日本、中国、韓国、ゼッが伸びてア、ASEAN アは大半は微増ないしマイナス、貿易収支ですね、資料の、これでは日本だけが98.6%のプラスでア、ASEAN ア全体ではマイナス、特にマレーシア36.5%、ミャンマー27.7%、タイ22.5%、カンボジア17.3%という落ち込みがなっております。 各国にとって、互恵的な強行に協定になっていないのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。田経済局長お答え申し上げます、日本政府が実施したものでない資産につきましては、コメントを控えたいと思いますけれども、RCEP 協定の意義は、各国による関税の削減。 撤廃等物品貿易の面にとどまらず、原産地規則や税関手続き等の共通のルールの整備や、原材料・部品生産が多国間にわたるサプライチェーンの構築、投資環境にかかる知的財産、電子商取引等の分野における新たなルールの構築にもございます。RCEP 協定により後発のの途上国を含アアを含含む ASEAN めましてです、ね、世界の成長センターである この地域と我が国とのつながりがこれまで以上に強固になり、これを通じて我が国および地域の経済成長に寄与することが期待できると考えておりまして、他の参加各国もまた、そのような認識を共有しているものと考えております井上聡君。総合的に考える必要があるということも強調されるんですけど、貿易収支の悪化が、その国の経済に何をもたらすのかということを見る必要があると思うんですね。 今紹介したラシュミ・バンガ氏が、ボストン大学の教授で、国連経済社会理事会開発政策委員会委員のゲビン・ガラハーラとともに執筆した、このボストン大学のグローバル開発政策、開発セン,策センターのワーキングペーパー、RCEP ・物品市場アクセスのアセアンにもたらす影響というものが出てますが、この中で、試算について触れながら次のように述べているんですね。 ほとんどの ASEAN アア諸国の物品における貿易収支の悪化の原因は、それらの国における輸入の増加だけではなくて、RCEP 域内でより効率性の高い輸出国への貿易転換があり、RCEP 参加国への既存の輸出に悪影響を及ぼすことになるだろうと、個々の国の輸入増に増えて加えてア、ASEAN アの中でも貿易転換が起きて、既存の輸出に悪影響を及ぼすと、こう指摘をしているわけです。 あの進出した企業がこの ASEAN の中で、この国境を越えた部品の流通などで利,利益を上げても、それぞれの国にはこういう指摘されているような悪影響を及ぼすと、こういうことについてはどうお考えでしょうか仕方経済局長え。一般論といたしまして、すべての重貿易協定には、関税削減によって締約国間の貿易が促進され、全体としての利益につながる貿易創出効果と、 締約国以外の第三国との間の貿易が抑制される貿易転換効果の双方が伴うとされておりますお尋ねになりましたのはこうした一般的な意味での貿易転換についてではなく RCEP 締約国内において、えー、協定から受けられる利益に締約国によって不均衡があるのではないかという趣旨と理解いたしました。 RCEP 協定は発展段階や制度が異なる、多様な国々が交渉に参加した経済連携協定でございまして、各国ごとのセンシティビティが大きく異なることから、一部の品目については、相手国との経済関係や貿易構造を適切に勘案しながら、状況内容に差を設けることで、全体的な関税の削減、撤廃の水準を可能の限り高めるように取り組んだものでございます。 さらに物品貿易のみならず幅広い分野での新たなルールを構築しましたが一部の後発開発途上国について等については例えばサービス貿易省や投資省において一部の義務の免除を認めているほか知的財産省においても国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して必要な範囲の 経過期間が設定される等の配慮を行っておりますこのような後発途上国に対する配慮等も通じまして、地域の貿易投資を全体的にバランスの取れた包摂的な形で促進する協定となっていると理解しております井上聡君。非常に最後はばらいのように言われましたけど、あのこの報告ではです、ね、自由貿易協定が、 貿易収支や純輸出を悪化させることになれば、その国における国内総生産の伸びや雇用に悪影響を及ぼす可能性があると、こういうふうに指摘をしておりまして、あのまさに貿易収支の悪化が、こういう国内経済に与える問題というのをです、ね、直視をする必要があると思います。しかもです、ね、こういうい悪影響の可能性があのコロナパンで パンデミックに,に RCEP の署名直前の昨年11月13日のロイターの報道ではより貧しい国々が新型コロナウイルス感染症の対処に苦闘するときに保護なしに放り出すものんだとしてですね人権団体のコメントを紹介をしておりますでインドネシアの NGO は協定は労働者と環境を保護するための規定がなく 例済の農業者や企業がすでにパンデミックで苦しんでいる中にあって、彼らを傷つけることになるだろうと、こういうふうに述べました。この記事にもですね、先ほど紹介したアンクタット上級エコノミストのラシュミ・バンガ氏が登場しまして、あのこの RCEP による先ほど指摘されたような完全収入の減少などが、この各国がパンデミックに対応する財政を弱くするということを指摘をしております。 ほとんどの ASEAN 加盟国では輸入が増加し輸出が減少するだろうと、それはそれらの国の貿易バランスを悪化させるとともに、財政的立場も弱くさせることになる、RCEP は新型コロナウイルスなどがないときに組み立てられたと、今、諸国はパンデミックと経済の危機に対処する政策的および財政的余地を制限し、それゆえに諸国の危機を管理する能力を制限することになるだろうと、こういうふうに言ってるんですね。 RCEP によるそのおおいろんな規制やです、ね、収入源が危機管理能力であるとかあこの危機に対応する政策的、財政的余地を削減をしてしまうんじゃないかとこういう指摘もされておりますあのやはりコロナパンデミックが起こるその前に組み立てられたこの RCEP をです、ねえー、このパンデミックの中で進めることに対するこういう弊害悪影響の指摘 これはどう受け止めていらっししゃるでしょうか小関外務大臣まずです、ね、こういったあの経済連携協定あの、確かに短期的、またあの個別の品目で見てみますとです、ね、全部がプラスという形には、まあ、いかない部分はありますが、長期的にそのけ国の経済であったりとか、雇用に対して、プラスの影響を与える、えー、そういう観点があるから、各国ですね、えー、合意をして、署名に至っていると。 このように今考えているところであります同時にあのこの協定、えー、7年半かかったと言いましたが、えー、最終段階まさにですね 大詰めの協議を行っておりましたのは、昨年の10月でありますから、そして11月に署名ということでありまして、昨年かなり議論が進んでいる段階においてはです、ね、この新型コロナ、これは世界的に感染が拡大をする、こういう状況にあったわけでありまして、コロナがです、ね、始まる前に合意した協定ではないと考えております。ただあの 新型コロナの世界的感染拡大によりまして、特に途上国を中心にしてです、ね、保健医療体制もそうでありますが、経済面でもさまざまな脆弱性、これが明らかになっている、これも事実であると考えておりまして、その点につきましては、国際社会全体で、また日本としてもです、ね、コロナに向けてのさまざまな途上国支援、また コロナによって影響を受けた経済への支援、えこれはあの行っていきたいと思いますが、おも思いますがだから今ですね、RCEP を止めるというのとはまた違った議論であると思っております井上聡君あの。私やっぱり、コロナパンデミックというものが、多公式企業が国境を越えた活動で利益を最大化させるためのルール作りが押し進められてきた中で、 経済主権とか食料主権をおろさかにした貿易自由化、一辺倒で突き進んだ世界のう脆弱性っていうのを示したと思うんですね。あの本会議ではこの点についてですね、えー、茂木大臣の答弁は、この保護主義や内向き志向の強まりということし、ということが言われました。だけど、そういうことでも、だけではない、切り捨てられない話だと思うんですね。えー、この間の国際的な動きというのは、 そういうい保護主義内向きとか、ハングルローバルとかくれないような多面的で多様なあの意味を含んでいると思うんですね、えー、やはり経済主権とか、えー、食料主権を尊重する方向での、えー、貿易ルールの見直しが、このコロナパンディックメックを経験して求められると思いますけれども、改めて大臣、いかがでしょうか。本木外務大臣 あの本会議でも質問していただきましたが改めて丁寧に質問していただいたことにあの感謝を申し上げたいとそんなふうに思います。あの世界で保護主義や内向き志向が強まる中で、まあ日本は TPP 以来日欧 EPA、日米貿易協定、日英イ EPA、RCEP など。 重貿易の旗振り役としてリーダーシップを発揮をしてまいりましたこうした重貿易の取り組みは持続可能なサプライチェーンの構築というものにも資すると考えております政府としては 今回の新型コロナの感染拡大の教訓、こういったものも踏まえて、食、医療品であったり、まあ、食料と、我が国の国民生活に不可欠な物資の安定的な供給の確保に努めながら、自由で公正な経済圏の拡大や、ルールに基づく多角的貿易体制の維持強化に引き続き取り組んでいきたいと考えております井上聡君。時間でですすので終わりますありままあがとうございました これより討論に入りますご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。井上聡君私は日本共産党を代表して、地域的な包括的経済連携協定に反対の立場から討論を行います。本協定は、交渉開始から7年半にわたり、国民生活にどんな影響があるかを国会と国民に一切知らせないまま交渉が行われ、署名されたものです。農林水産品への影響についても、国内農業に特段の影響はないと試算すら行っていません。 しかし、東京大学の鈴木信弘教授の試算では、野菜や果物など農業生産の減少額は5600億円にも及ぶことが示され、国内農業に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。さらに本協定には、発行5年後に協定全体を見直す規定が盛り込まれています。また、参加国のうち、オーストラリアやニュージーランドについては、本協定に関わらず TPP の関税率や輸入枠が適用されます。 ここのののとは我が国の輸入関税措置を再現なくく撤廃していくものです政府はこれまで ASEAN 諸国と EPA を結び、多国籍企業の海外進出のための環境整備を行ってきました。日本が新たに中国、韓国と EPA を提供することになる本協定により、日本企業の ASEAN 諸国への海外進出を一層推進するともに、中国などに生産協定を移す動きを加速させ、国内産業の空洞化をさらに強めるものとなることは明らかです。 本協定が発行された場合、日本の貿易黒字だけがほぼ2倍となる一方、ASEAN 参加国の貿易収支は発行前に比べ、軒並み悪化するとの試算があります。本協定が東アジアの互恵的な協定になりうるのか検証すべきです。この間の貿易自由化一辺倒が危機に弱い社会経済を作り出したことが、コロナ禍で露呈したにもかかわらず、そこに何の反省もないまま、他国説教の利益を最優先にし、 本協定で一層の市場開放を推進することは断じて許されません。今求められているのは、経済試験や食料試験を尊重する方向での見直しであり、互恵、平等の経済関係を発展させることです。国内生産基盤の抜本的強化や、食料自給率の向上などの危機に対応できる強い経済づくりに舵を切ることです。